るね。いっちゃおう。メンバーシップゲットもありがとうございます。水飲んで落ち着け。あ、そうだね。あ、ちょね。落ち着け。はい、ということでね、2曲目は望月ひまりの、ソウルメイトであり、父のような存在のあの方に捧げるかと思いきや、ただクソデカ感情をぶつけてるだけのようなあの曲です。ということで、生徒さんに、作っていただきました。2曲目の曲、コーラスは片桐烈火さんで、入ってますので聴いてください。2曲目の新曲いきます。アボミネーション。You're my